アーイラにクックアイランズ国の標語、ナシ国家、全能なる神よ中一、通貨に関してサンドル紙幣と効果は、クック諸島ドルとして独自のものを有している。クック諸島は、オセアニア東部、ポリネシア東部にある24の産後干渉と火山島からなる立憲君主制国家。ニュージーランドと自由連合形態を取り、ニュージーランド王国の構成国の一つである。 主権国家と同等の内政を行い、独自の外交を行っているが、国防及び外交の最終責任をニュージーランドが有し、国民も同国の市民権を保持しており、国家の3要素のうち、主権と人民を完全には満たさないため、国家承認していない国が多い。1770年にジェームズ・クックがヨーロッパ人として初めて発見し、初島名も 彼の名を取って名付けられた。その後1858年にラトロンガ王国が建国され、1888年にイギリスの保護領となったが、1901年にニュージーランドの俗領となった。1965年、住民はニュージーランド内での内政自治権の獲得を選んだ。同時に軍事及び外交部門以外の立法権及び行政権を、 クック諸島政府が有することになった。1973年のニュージーランドとの共同宣言で独自に諸外国と外交関係を持つ権利が認められる。クック諸島の地理太平洋に点在する15の主要な島からなり、北部の諸島に6つの干渉、南部の諸島に3五礁で囲まれた7つの火山島と2つの干渉がある。また、行政区画には、 州や県に相当するものはないが、島や干渉で分類されている。あいつたき干渉は、美しいラグーンがある。気候は、熱帯で、11月から3月までの間が、サイクロンのシーズンである。原種は、クック諸島を含むニュージーランド王国の女王。発足時より、女王は、エリザベス2世。ニュージーランド王国全体を管轄する総督とは、別途置かれる。 女王名代が党内で女王体験を大行。行政は首相を長とし、議会は一員制を取り任期4年で24、議席である。現在、閣僚は首相を加え6人にいる。首相は、情報、技術大臣と教育、人材大臣と警察大臣を兼ねている。国民は、ニュージーランドの市民権及びパスポートを有し、ニュージーランド人としての権利を持つ。 ニュージーランド政府は自国の財政難のため早期の自立を求めているが権利を利用したクック諸島からニュージーランドへの出稼ぎ労働者が多数いるためクック諸島政府は消極的である。首都アバルは主な産業は観光業で、その他にマグロやノニジュースの日本への輸出、養殖真珠、パパイヤの輸出などを行っている。 大島なぎさが監督した映画戦場のメリークリスマスはラトロンガ島で撮影された。また2000年の映画キャストアウェイの劇中ではクック諸島の港600マイルに位置する無人島に主人公が漂着する設定となっていた。法定通貨にはニュージーランドドルとクックアイランドドルの2種類があるが、両通貨の価値は10日であることから、 銀行や店舗での通貨表示はニュージーランドドルが主に使用されている。また、国内で流通する紙幣は主にニュージーランドドルであるが、効果は両方の通貨が流通している。クックアイランドドルの紙幣は流通量が少なく、土産物として売られているほか、現行の紙幣は銀行でニュージーランドドルと額面で交換できる。また、主に海外のコレクター向けに、 プレミアム価格で記念効貨が発行されている。2004年にサンリオの依頼によって日本国内向けのハローキティ金貨銀貨が2013年には松本イジが行60周年を記念した銀河鉄道39の金貨銀貨が2018年にも手塚治虫生誕90周年記念の100クックアイランドドル銀貨が発行されている。発注者は主に インペリアルエンタープライズ。1892年より独自の切手を発行している。バンコク郵便連合にはニュージーランドの一部として加盟している。ポリネシア系マオリ人が91%を占め、残りは根血のポリネシア人や白人。公用語は英語だが、ポリネシア諸語のクック諸島、マオリ語も幅広く話される。宗教は、 キリスト教が97.8%を占め、そのうちプロテスタントのクック諸島教会派が69%で、残りがカトリックである。ラトロンガ国際空港ラトロンガ島に、ラトロンガ国際空港があり、ラトロンガ航空が島内とタヒチのパペーテファー、国際空港への国際線を運航している。ニュージーランド本土から、クック諸島間は2000キロ以上離れている。 クック諸島の外交関係クック諸島クック諸島と外交関係を有する国クック諸島と領事関係を有する国2001年以降諸外国との外交関係の樹立を積極化させている。現在は国連加盟48カ国及びバチカン、欧州連合と外交関係を締結している。日本は二千十一年三月十五日にクック諸島を国家として承認し、 同年6月の首相夫妻来日を機に外交関係を解説した。クック諸島は世界保健機関や国際連合食糧農業機関などの国際機関に正式加盟している。イギリス連邦では正式メンバーではないがニュージーランドとの自由連合にある自治国という地位で活動に参加している。また君主を同じくする国ではニュージーランドをはじめオーストラリアやパプアニューギニア、 などとの国交はあるが、イギリスとの直接の国交はない。日本は2011年3月25日に、クック諸島を国家として承認した。2011年6月15日、ヘンリー・プナ首相夫妻が来日。クック諸島との外交関係を持っている国は次の通り。オセアニア・クック諸島は、オセアニアにあるすべての国家と外交関係を結んでいる。 ヨーロッパ、アジア、中東、アメリカ、アフリカ、大使を置いている、または合意して、大使館を準備中の国。ありがとうございます。